はい、5番村田議員。はい、ありがとうございました。次ですが、立地適材化の方なんですが、質問を10個ほど用意したんですけども間に合わないので1個だけ質問させていただきます。そういう意味で計画を作って実施していく過程の中で大きくやはり農地関係の制約の層がございます。で、都市計画法というのがございます。で、それに、自治的成果の層が加わって、で、3層のフィルターになったときに、地権者から見ればますますこう自由度がなくなっていくのではないかという、危惧を感じるわけです。この辺についての、ご所見があればぜひ聞かせてください。農政建設事業部長。立地適正化計画の策定により新たなフィルター規制ですかねを課すことが考えられるということでございますが、今回立地適正化計画制度では既存の市街化区域で居住誘導区域外となった場合は3戸以上の住宅やの開発や1戸または2戸の開発でその規模が1000平米以上等の開発においては届け出が必要となります。しかしながらこの届け出制度は居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するものではなく立地を規制するものでもございません。一方で市街化調整区域においては開発行為や建築行為に対しての一定の制限がありますが既存集落の維持に支障をきたしている面もあることから今回の立地適正化計画では市街地ど、市独自で、生活機能誘導区域を設定してその区域においても地区計画制度等の、都市計画制度の活用によって既存集落を維持するための住宅が建築ができるような検討を進めてまいりたいと考えております。5番村田議員。はい、そういう意味でいろいろ関わってきたわけなんですが都市計画審議会の方にも出させていただいてで、市全体なりから広域的な市の位置づけとかも考えなきゃいけないと思うんですけれども実際の検討というのは各地区ごとでいかに検討できたかとで合意が得られたかということが非常に重要だと思っています。都市計画審議会では地区代表は区長さんお二人だけですね。ですからそれをどうやって各地区ごとの検討詳細な検討と合意を得ていくのかということが非常に気になっております。そういう意味でそのあたりを答弁は結構でございますので含んでいただければありがたいと思います。はい、大丈夫かな。シティプロモーションの方です。で、ここはですね成果指標が非常に分かりやすくてブランド総合研究所の年1回調査の、地域ブランド調査認知度使用実施を知ってますかと多分そういうことだと思います。それから同じく地域ブランドの中で、居住意欲度というのが指標として設定されております。で、全国の各市がちょっと競い合うという言葉がいいかどうか分かりませんけれどもそういう中で我々としてはステップアップを図る必要があると思っています。その指標の面からの目的達成のための推進ポイントといいますかそれについて少しお聞かせください。古畑企画政策部長。はい、シティプロモーション戦略につきましては第2期中期戦略に合わせてやはり取り組みの施策体系を整理見直しを図っております。外部向けのシティプロモーションと内部向けのシティプロモーションがありますけれども大事なことはですねターゲット誰に対してシティプロモーションを行うのかというターゲットを絞ることが必要なのではないかというふうに思います。そうしたことによって設定する目標値も具体的になり進捗管理も図られ効果を測定することができるというふうに考えております。はい、5番村田議員。はい、ありがとうございました。1年後のまた結果を
着目していきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。約束したので、3の括弧の1ですが、局長簡潔にお願いしたいんですが、まあ、先ほど把握されているという中で、まあ、私はやはり学校の先生、担任の先生が、まあ、個別面談をやったり、から家庭訪問をやったりという中で、やはりその困窮度というのは感じていらっしゃるというふうに思っています。で、それをやはり今後はやはり、先ほどの話がありました、私が出しました、地域、その人の生活のつながりですとかですね、それからお金だけじゃなくて、生きる自信もなくしているというようなあたり、やはり地域なり周辺の方の協力というのが必要になって、まあ、この辺は学校の先生だけでは非常に難しいと思うんですが、その辺についての問題意識とか、お考えあればお願いいたします。山田教育長。学校で担任が十分配慮して、子どもの学力を伸ばしていったり、学校の中での人間関係を深めていくということは大切なことだと考えております。また子ども食堂とか学習支援について、困窮世帯にターゲットを絞っていけばという考え方もあるわけなんですけれども、子どもや保護者の、まあ、心理的な面でそうしたところに参加することに対するハードルが上がってしまう恐れがあるわけで、一方で全ての子どもたちを対象にすることで、結果的に全ての子どもたちが困窮世帯も含まれて、行き届くことになるんではないかなというように考えております。そこで今児童館がさまざまな家庭環境にある子どもたちの放課後の居場所として大切になっているのではないかなと私は考えております。コミュニティスクールの取り組みが広がってきておりますので、それとリンクさせながら、児童館における教育機能を向上させることも大事なポイントではないかな。そうしたことで、先ほど話題になってきた、社会性つながりとか、そうした面にもつながってくるのではないかなというように考えております。5番、村田議員に申し上げます。はい、どうもありがとうございます。質問時間が残りわずかですので、はい、質問は要点を簡潔にお願いいたします。ではですね、空き家予備軍と、雇用創造、それから津久井虫のところは、まあ、課題提起ということだったんで、具体的な何かを考えていっていただきたいというふうにお願いしておきます。最後になりますけれども、私の質問答弁が、古畑事業部長の古畑部長との議会最後の答弁となりました。この場では、鳥羽部長にも大変お世話になりました。非常に若すぎてまだまだやれるの感を持つわけでありますが、いずれにしても投資の大きな各事業に貢献されて、合わせて多くの人材を育てられたことに、推測いたします。実は本当に若いというか、ま、私みたいにはつらつとされていて、お腹が出てないというところはすごいなと思っています。で、この辺の感謝を述べさせていただきまして、私の一切の質問を終わらせていただきます。はい、以上をもちまして村田茂之議員の一般質問を終結いたします。